NHK がですね、やってることはこれ本当に、まあ、言い方を変えればですね、スパイ行為に加担していると言いますか、これひょっとしたら外観誘致罪ですね、にも該当するんじゃないかなと。韓流ドラマちょっと多すぎるん違うかというと、もうヘキヘキするわ、韓流ドラマを見てたら本当に。この人はまあ日本人かどうか知らないですけど、まあ、精神的には日本人じゃないんじゃないかなというふうに本当に思うんです。お手盛りでしょこれ。まあ言ったらね、つかみ手になんですよ。テーブルの上にその乗った多くのその受信料をですね、もう同志ともにこれつかみ手にみたいな感じで取ってるんじゃないんですかこれ。ここまで腐敗堕落した NHK というのはですね、もう解体するしかない、それが日本のためであるんじゃないかな。次に三宅博史君。はい、以上。三宅君。日本維新の会所属の三宅博史でございます。この度総務委員会に所属することになりました。まあ、これはですね、NHK の過去のですね、いろんな不正変更報道を正せというふうなですね、私に対するその天の差配じゃないかなというふうに思っております。まずその放送法からですね、これはまあ皆さんもたびたびご紹介されているんですけども、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。放送法のですね、第4条、公安及び善良な風俗を害しないこと、そして2、政治的に公平であること、3、報道は事実を曲げないですること、4、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、まあ、これが放送法の第4条です。それからですね、第15条、日本放送協会についてですね、協会は公共の福祉のために、あまねく日本全国において、受信できるように豊かでかつ良い放送番組による国内基幹放送を行うと、こういうふうに規定されております。それからですね、また第81条の第3項ではですね、我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすることと、このように記されているわけでございますが、こういった面でですね、NHK の過去の放送に相当な問題があり、あるいはまた変更があったということをこれからですね、一つ一つ紹介していきたいと思います。平成21年のですね、4月5日に放送されましたジャパンデビューという番組なんですけどね、でこの中で1910年に日英博覧会がロンドンで行われた。でその時にですね、台湾のパイワン族というですね、現地民族ですね、このパイワン族の方々が、ロンドンに連れて行かれてですね、その伝統衣装あるいは文化風俗ですね、こういったものを紹介するような機会が与えられたわけなんですね。もちろん台湾のパイワン族の方々は誇りを持って自分たちの文化伝統をですね、これを多くの世界中の方々に見てもらいたいというふうな思いの中で、ここで行かれたわけですね。ところがこれに対して NHK はですね、そのパイワン族のその風俗あるいはそういったですね、お姿をこれ見せ物にしたと、日本政府はですね、そういうふうな、なんと言いますか、非常に変更した見方をですね、したわけですね。この内容があまりにもその変更しているということで、多くの国民からですね、NHK が訴えられた。13,555人の原告がですね、NHK を訴えたんですね。私もその実は一人でございましてですね、もうこれは本当にこう NHK のですね、台湾に対する悪意といいますか、許し難いものがあるというふうに思いました。で、この放送に対してですね、先週の11月28日に、東京高裁で判決がございました。控訴審判決ですね。で、ここでですね、産経新聞のこの報道によりますと、29日付、先住民族のパイワン族や視聴者ら計42人が NHK に損害賠償を求めた。これは控訴審ですんで42人に減ったんですね。一審では13,555人、私もそこに入っているということですね。で、その控訴審で人間動物園という言葉が台湾先住民族の女性に対する差別的表現で名誉を傷つけたと認定、100万円の支払いを命じた。でこれね、戦後の何て言いますか、こういうマスコミと言いますかね、大手の放送局に対してその番組内容についてですね、訴えが起こされて、それで敗訴したってあんまりないんですね。で、まあ、特にですね、賠償を認められたパイワン族の公共月前さんのお父さんがここの博覧会に
参加されてるんですね。で、そのパイワン族の代表者たるカースさんという方はね、民族の名誉をもって博覧会に出演したはずが、人間動物園と言われ、パイワン族は本当に傷ついた。でこれはまあ余談なんですけども、パイワン族というのはですね、高雄、台湾の南西部ですね、高雄の山地のところに住んでましてですね、私も過去4年間、このパイワン族の、この皇居月舞さん の集落じゃないんですけども、すぐ近くの集落にこの4年間ずっとあの通っておりまして、パイワン族の方々と、いろいろとですね、お話を聞く機会を得ておりましてですね、非常に日本に対するその親日的、あるいはまた親近感といいますかですね、あるいは尊敬の念、こういったものをたびたび感じております。まあ、まずですね、この判決につきまして、高裁判決につきまして、NHK と総務大臣のですね、ご感想をお聞きしたいと思っております。新藤総務大臣。今、いろいろと委員が問題意識を持って、ご披露されたこと、まあ、これはですね、そのまま私どももいろいろな報道等で承知をしているところであります。まあ、しかしこの本件についてはまだ判決が確定しているわけではございません。係争中の案件でございますから、私ども行政としてはですね、この現時点でのコメントは差し控えたいとこのように思います。松本会長。NHK の主張は一審では認められていたわけですが、二審で一部認められないということになっております。現在判決内容をですね、精査しているところでありまして、今後の対応についてはその結果を踏まえて、判断してまいりたいと考えています。まあ、三宅君。はい、委員長、ごめんなさい。今、まあですね、裁判の途中であるんで、まあ、その論評は差し控えたいということなんですけど、まあ、事実認定そのものはですね、最高裁で、まあ、覆ることはないと思います。まあ、違憲審査という部分でですね、この審査はされることあると思いますけれども、この判決内容なんですけどですね、この判決文をちょっと入手しておりましてですね、非常にその中でですね、NHK のこの放送に対して、この東京高裁はですね、一刀両断、本当に痛烈な批判をしているんですね。その一つを言いますとですね、控訴人、皇居も、控訴人チームも、また多くのパイワン族の人たちも同様に思っていて、パイワン族の間では、父や祖父の世代の人々が、はるばるイギリスに出向いていったことは、今でも良い思い出になっている。パイワン族の伝統を世界の人々に紹介したいという気持ちでイギリスに行った。これをですね、まあ、NHK の方はですね、島田雄介というその番組放送ディレクターなんですけども、まあ、誘導をするようなですね、悪意に満ちた誘導をするような形で、その番組内容というものをですね、変えていったわけなんですね。で、ここでですね、これはもう本当に高裁判決ですね、ここまで踏み込むかということなんですけども、高裁の判決の文の中にですね、本件番組は日本の台湾統治が台湾の人々に深い傷を残したと放送しているが、本件番組こそその配慮のない取材や編集等によって台湾の人たちや特に甲子村の人たち、台湾族の甲子村の人たち、そして79歳と高齢で無口だった父親を誇りに思っている控訴人、皇居の心に深い傷を残したものと言うべきであると。日本の台湾統治が深い傷を残したと NHK は放送したい。ところがですね、その高裁判決ではこの番組こそそのですね、台湾のですね、パイワン族の方々あるいはその他の台湾の人たちに、ですね、非常に深い傷を残したと、ここまで断罪しているんですね。本当に、まあ、許し難い私は番組であったと、悪意に満ちた、なんて言いますか、番組であるというふうに思います。でね、ここでジャパンデビュー、ジャパンとですね、日本のこと、日本のことを言ってるんですね。何も、なんて言いますか、日本語で日本と言えばいいのですね、まあ、この番組の貫いている精神は、日本に対してですね、非常に冷淡といいますか、批判的な見方にで政策をしているように思われてしょうがないんですね。で、しかもこのジャパンデビューのね、第2回の放送はですね、またあったんですけども、そのジャパンデビューの第2回の放送はですね、2009年の5月3日、ここでですね、天皇と憲法で皇室制度廃止をほのめかすようなプロパガンダ放送がされたということであります。まあ、皇室の批判といいますかね、これを主な目的にしていたんじゃないかなというふうに思われて、私は仕方がないんですね。
で、まあ、これね、反日団体の多くというのはやっぱりですね、そのなんていうか皇室といいますか、この皇室の存在に非常に、まあ、大きなその敵意を抱いているように思う。これは日本の中心は皇室であり、その皇室がなくなることによってですね、日本というものが瓦解するんだという明確なですね、戦略のもとでやってるみたいに思われて仕方がないんですね。まあ言ってみればですよ、反日団体の主なも日教組なんかもそうですよ。これ反皇室なんですね。あるいはまた部落解放同盟なんかもそうですよ。これも反皇室なんですね。そういったことをずっとですね、彼は運動の中心テーマとして取り上げてきたわけであります。まあ日本の本当に国の中心である皇室に対して非常に大きな敵意を抱いている。またその NHK はですね、これに対してですね、まあ同調するような形でこういった番組を制作していたのではないかなというふうに思います。でまあ。この中でもですね、番組の中でもその日本精神というものをですね、こう NHK はこのジャパンデビューで紹介してるんですけども、これ非常にまあ悪意に満ちた紹介をしてるんです。で、台湾の方々は日本精神というものをどういうふうに捉えているか、これはまあ台湾の実業家であるその日本語世代の蔡坤さん先生ですね。これはまあ司馬太郎さんの街道を行くという中で、老台北と言われた方なんですけども、その蔡坤さん先生は、その日本精神というのはですね、清潔、勤勉、正直、順法精神、義理人情に厚いなど、すべて良いことはこの日本精神、立憤虔心と向こうの言い方でするんですね。そういう言葉で表されると。この台湾の方にとって、日本精神というのは非常にですね、こういうふうな、なんて言いますか、好印象といいますか、いい意味で、使われていると。ところが、この中で、その NHK はこの番組の中でですね、非常にその悪意に満ちた使い方をしていたということでございます。で次にですね、NHK のですね、その他の、その、報道の変更について、ちょっとお伺いしたいんですけども、女性国際戦犯法廷というですね、これも有名な番組なんですけども、この中で、その、昭和天皇をですね、その、有罪とするような、やってるんですね。で、これはですね、平成12年の12月に女性国際戦犯法廷なるものが開かれた、いわゆる従軍慰安婦問題を取り上げ、慰安婦制度は人道に対する罪であるとして、日本国家と指導者個人を戦犯として裁くのだという、しかも被告として挙げられたのは、昭和天皇と二十数人の日本軍人、もちろんすべて個人である、そしてあろうことか昭和天皇を人道に対する罪で有罪と判定したのだと。これね、まあ、その、なんて言いますか、言ってみればですね、反日意識に彩られた、そういった、考えに支配された集団がですね、こういう茶番劇を、やったんですね。女性国際戦犯法廷。で、これを公共放送たる、その NHK がですね、確か、ゴールデンタイムであったと思いますけれども、これを放送した。この、許しがたいようなですね、その番組内容ですね。で、これに対して、大臣なんかですね、もちろんこの件についてはご存知だと思いますけれども、ご認識があればお聞かせいただきたいと思います。新藤総務大臣。私が今、行政の長としてですね、放送番組の公平性、中立性、まあ、これをきちんと求めているのは当然のことであります。また、番組準則や番組基準に基づいて、これは自律的に確保されることが期待されるわけでありますから、まあ、それを大きくですね、期待したいと思います。で、合わせて、まあ、私としてはこの NHK 予算に対する大臣意見と、まあ、こういう中で、この25年度に付しました総務大臣意見において、我が国の公共放送としての位置づけを踏まえ、我が国の文化の向上に寄与するとともに、国民各層の中で意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにするなど、正確かつ公平な報道に努めることと、まあ、このように申し上げております。三宅博史君。まあ、国会なんかですね、まあ、予算とか決算、これはですね、まあ、審議されると。ところが、まあ、放送内容といいますか、こういったものについては、その編集の事実権、こういったことをですね、旗印に NHK はですね、まあ、その中立性を確保するという、なんて言いますか、お題目の下で、ところがやってきたことはですね、とんでもないようなその放送の変更放送の数々を繰り返してきたというふうに思います。まあ、そのニュース一つとってもそうなんですよ。
まあ、反日本といいますかね、こういったなんといいますかニュースはですね、本当に大々的に放送するんですね。それが少人数であっても数十人のデモ行進であってもそれを報道する。ところがですね、まあ、言ってみれば日本の国益というものを念頭に、あるいはまた日本のご皇室というものをですね、大切にしなければならないというふうな思いで行動しているそういう団体に対するその報道というのは非常にこれ扱いが全く違うんですね。まあ、一つの例を挙げますと、頑張れ日本全国行動委員会というその会があるんですね。この会長は田母神俊夫さん、元航空幕僚長なんですけれども、この人がですね、主催しております全国行動委員会のデモ行進、5000人以上のデモ行進でもですね、NHK これ全く報道しないんですね。明らかにそこにですね、なんて言いますか、その普遍法不当たる NHK のその変更、偏りといいますか、こういったものがですね、見受けられると思います。次にですね、NHK 職員の人件費についてですね、お伺いしたいと思います。ここでですね、非常にまあ、なんて言いますか、こう、人件費の数字でですね、驚くべき数字があるんですね。で、これはね、海上保安庁と NHK のですね、人件費を比較したものなんですけれども、海上保安庁はですね、職員が12,636人なんですね。で、なおかつ海上保安庁の全予算ですよ、全予算ね、平成24年、これ1732億円。で、この12,636人の海上保安庁が、単にその人件費だけじゃなしにですね、まあ言ったら船の建造費であるとかですね、あらゆるその経費もこの1732億円の中に含まれているんですね。ところが NHK の方はですね、翻ってどうかと。これはですね、13,54人、これ23年度ですけどね、の職員で人件費だけでですね、1819億です。海上保安庁はですね、12,000人で、すべての装備も含めて全予算が1732億円、 NHK は人件費だけでですね、13,54人、2割近いその人数でですね、人件費だけでそれを上回る1819億のですね、予算を消費しているんですね。こんなこと果たしてですね、その許されていいのかどうかと思いますよ。で、なおかつですね、海上保安庁はね、もう皆さんご存知のように、その非常に期待に瀕しつつある尖閣諸島をですね、あるいは日本の領海、こういったものを守るために必死になってですね、連日連夜働いておられる、ね、この全予算が1732億円で、片やですね、非常に偏ったこういうその搭載で、なんて言いますか、こう、敗訴するような番組を作っている NHK が、人件費だけで1819億というふうな、このようなですね、許し難いことをやってるんですね。で、今年の2月28日号の週刊新潮ですね、週刊新潮ではですね、公務員とサラリーマンの平均年収は426万円、一方 NHK は1185万円というふうに出てるんですね。で、NHK の一人当たりの、今度は人件費ですよ、年収じゃなしに、1784万円、一方全雇用者のそれに当たる雇用者報酬の平均は467万円、その差は約 3.8 倍となっているんですね。他の一般の公務員と NHK の人件費ですね、これを比較しますと、 NHK の一人当たり給与費というのは1190万円で、まあその他ですね、厚生費とか退職手当とか含めた一人当たりの人件費は1753万円なんですね。1753万円ね。で、国家公務員ですね。これ一人当たりの給与費は651万円。大体半分ですね。それから、厚生費、退職手当を含めた一人当たりの人件費は880万。ちょうど半分というふうなことなんですけども、これに対しましてですね、皆様の NHK なんですけども、どういうふうな考えを持たれているのか、ちょっとお聞きしたいですね。誰が答えてくれるんですか。どうなった。松本会長。お答えいたします。その前に先ほど放送関係のことでですね、ジャパンデビュー、あるいはその前の放送についてちょっとお話がありましたけれども、まあ、私が就任する前の話でありますけれども、やはり放送そのものがですね、先ほどお話ありましたように放送法に基づいてですね、きちんとした番組を提供していくということは非常に重要なことであります。したがって今の経営計画の基本もですね、
放送法 の原点に立つと、原点立脚ということにいたしておりまして、でそのことを企業で言えば経営理念ですね、理念として、NHK の中にきっと浸透させると、こういうことで、やっております。これは私だけでなくてみんなでやっていこうと、こういうことであります。で個人がそういう理念に立つということは非常に重要なんですが、さらにですね、それをやはり番組を作るときに放送法公正公平不変というようなことにのっとってきちっと作るというためには、ある意味 の内部チェックというのが必要であります。従いまして、作る段階でみんなが気をつけるということも当然ですけれども、それを、重要な番組なんかについては一部門でそれを見るのではなくて、他部門も含めた形でですね、それをチェックしようと、こういうシステムを作っております。でそれは今機能しつつあるというふうに思います。そういうことですけれども、これでもですね、やはり内部 のチェックということなので、自分たちの中で検討している場合に立ち位置がずれる場合があるんですね。座標軸がずれるということもありますので、これは外に見ていただこうということで、今度の経営計画の中にですね、指標を作りまして、公正公平だとか正確だとかという指標を作って、それを統計的に正しい手法でですね、消費者世論の意見をいただくと、こういうことにしています。で同時に個々の番組について、中央番組審議委員会が見ていただいているんですが、これに個々の番組にプラス包括的に NHK の番組はきちっとした、今先ほどお話しあった公正公平ももちろんですけれども、文化の創造とか保存とかですね、そういうことも含めてきちっとやっているかどうかということをですね、評価していただこうと、こういうシステムを作っておりまして、で繰り返しますけど、職員一人一人、それから、内部の作るとき の作り方、それに、チェックシステム、これは交差部門も規定改正をいたしまして、会長直属の組織にして、それをやるということも含めましてですね、やっていると。トータルとして、そういうことが着々と進んでまいりますと、まさに放送法原点立脚のですね、NHK が公共放送として求められる役割をきちっと果たしていくと、こういう方向になっていくと思います。それから次に人件費の件でありますが、これはそれぞれの仕事でですね、人件費をどういうふうにこう形作るかというと、やはりその仕事に向いた人材を確保するという競争条理がございます。で、この競争条理の中で人材を確保していくと、こういうことが基本になると思います。そういう意味で考えますと、NHK の場合は、マスコミ業界ですね。マスコミ業界の中で、なんていうんですか、人材の確保の競争をいたしております。で、現実に NHK の仕事は、他のマスコミもそうですけれども、特に取材とかですね、そういうところになりますと、なかなか厳しい勤務でですね、応募者とか、あるいは特に女性なんかは大変厳しい状況にあります。したがって一定の給与レベルというのがですね、ないと人が確保できないという事情がございます。したがってNHK の場合は民放とか在京民放とか、あるいは在京の新聞から比べますと 1,2 割給与レベルは低いのが実態です。しかしNHK というところで働けるというブランドですね、そのブランド力を合わせて人が確保できるということでやろうということで、で、ご指摘のとおり今の給与水準がどうかということについてはですね、これを制度改正を含めて、5年間で、基本賃金 の1割を削減するというようなことでですね、今それを進めております。その効果は決算の中にも出てますし、次の予算の中にも出てきます。したがって現在そういう努力をしているということと、それから同時に給与制度の中ではですね、今までの年功序列賃金の形ではダメなので、これをきちっとした評価に置き換えると、評価の中で人はプロモートされていくと、こういう組織仕組みを作りつつ今進めているということでございます。で、公務員との比較とかですね、そういうのもあるんですけれども、例えば公務員の場合ですと、大卒比率というのは5割ぐらいですよね。で、NHK の場合は8割を超しています。で、最近 の採用でいくとほとんどが大卒になっています。そういうような元のところ の成り立ちが少し違うと、こういうようなところもございまして、一概には比較できませんが、
35歳のモデル賃金で公務員一種の方と比べるとほとんど変わりがないと、こういう数字が出ています。以上でございます。三宅博史君。会長ね、NHK の その放送内容がですね、やっぱりその放送法からですね、大きく逸脱してるから私これを質問してるんですよ。今おっしゃったようにですね、その放送内容に沿った放送法に沿ったような放送をしているとおっしゃいますけどですね、とてもじゃないけどそういうふうには思えないと、一般の国民の感覚からしましてもね。で、その職務の特殊性、マスコミ全体が高級だから NHK も高級なんだとかね、しかしね、そのものには程度というのがあるんですよ、ね、さっき言いましたようにですね、平均のサラリーマンのその年収、これとその NHK のあまりもその数倍のですね、3倍以上の違いがあると、4倍近いような違いがある、こんなことがですね、NHK の仕事はちょっと他の仕事と違ってきついんだとかね、そんなんどこがきついんですか。きつい仕事であんな放送をするんでしたらする必要ないですよ、そんなもん。とんでもない話よ、こんなもん、ね。で、そういった国民の理解を得られたんで、まあね、これは後ほどまた質問もしますけど、まあ言ってみればその他の公務員の方々と同じで、まあ放送受信料もまあ税の一種ですよね。その税によってですね、その職員がこれだけその法外なですね、給与をもらっている、これは多くの国民は強い憤り感じているんじゃないでしょうか。さっき総務大臣がね、組合と協議してですね、NHK がその給料を決めているって、お手盛りでしょ、これ。まあ言ったらね、つかみ銭なんですよ。テーブルの上にその乗った多くのその受信料をですね、もう同志ともにこれつかみ銭みたいな感じで取ってるんじゃないんですか、これ。許し難い行為じゃないと、行為じゃないかなというふうに思うんですけども、またそれじゃあね、その NHK のその職員がですね、こういうふうな高額な給料を持って変更報道の数々を繰り返している、まあそれはそういったもんばっかりじゃないですよ。違法性も確かにある。これはもう認めますよ。しかし、もう許し難いその放送法違反のですね、またあるいは日本の皇室を貶めるような、あるいはまた日本の国益を阻害するような、番組を作り続けてきていると。というふうなことなんですけれども、次にですね、NHK 職員のその不祥事ですね、これはまあよくその報道されるんですね。で、これについてちょっとお伺いしたいんですけれども、過去5年間ですね、まあ2ヶ月に1回程度 NHK 職員のその不祥事がですね、まあ起きているみたいな感じなんですね。で、その内容は強制わいせつ罪、あるいは株のインサイダー取引で 3名が懲戒免職、覚醒剤取締法違反、あるいはですね、企業年金の、退職者の企業年金の一部を受信料から補填して、その金額は、ですね、2007年は100億円、2008年は120億円、あるいはまた痴漢、公務執行妨害、死体遺棄、暴行、盗撮、麻薬所持、ね、これはもう本当に、なんていうんですか、こう、犯罪のオンパレードみたいなことをやってるんですね、これ。その1万数千人のですね、2000人、1万人ちょっとの NHK の職員数からすると、あまりにもその不祥事が多すぎると思うんですけども、これ、大臣と会長にお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか、印象を。新藤総務大臣。私はですね、この NHK が公共放送としての使命を果たしていただきたい、そして国民の公共の福祉を追求していただきたいと、まあ、こういう願いでございます。また給与体系につきましては、これは大臣意見において付させていただきました。ですから、まあ、より良い運営がなされるように心から期待をしております。続いて松本会長。お答えいたします。NHK は一時不祥事でですね、大変な困難な状況を迎えました。あの時に受信料が減少するという状況が出まして、役員以下全職員がですね、ほとんどの職員が管理者も含めてそのことを大変痛感し、直接視聴者の皆さんのところに伺ったということが過去にあります。で、その時の経験は NHK のですね、中のコンプライアンスとかそういうものに大変大きな影響を与えています。これは私はいい方に与えたというふうに思います。前任の福地会長はコンプライアンスの確立ということに大変努力されました。実績といいますか、仕組みも含めまして、
それが中で私が就任したときに感じられました。でしたがってそれを引き継いでですね、格別私はこのコンプライアンス問題について厳しく、かつ NHK が公共放送という立場でそれをきちっとしなきゃいけないということをやってきております。でトータルといたしましてですね、私は一般の会社でも起こるような頻度といいますか、そういうものは世の中に犯罪がなくならない以上どんどん同じようにですね起こることがあります。しかしそれが格別多いというようなことはないというふうに思います。それと起きた場合はこれは絶対に許さないという態度でこれを望んでおります。でそういうようなことでそういう不祥事についてはですね起こしてはならないと、一般の職員はみんな、起こす人間がいるんですけど、そういうものに対して大変心を痛めております。でそういうことを基礎にしながらですね、全体でそういうものを、きちっとした形に維持していくということが重要だということでやっております。三宅博史君。あまりにもね、職員数からするとこの不祥事が多すぎるというふうに私はその印象を持っております。でですね、次にですね、その NHK にですね、勤務しておりますその外国人職員数の国別人数をちょっとお聞きしたいんですね。さっきのそのジャパンデビュー台湾族のですね放送をこれを捏造してですねとんでもない番組に仕上げたこの島田雄介ディレクターですね。この人は日本人かどうか知らないですけど、精神的には日本人じゃないんじゃないかなというふうに本当に思うんですね。日本に対するあまりにも、大きなその敵意を感じますときに、NHK の中には、相当数外国籍の職員さんがいらっしゃると思いますけど、その国別あるいは人数をですね、ちょっとお答えいただきたいと思います。吉国専務理事。すみません、お答えする前に先ほど不祥事のお話をされましたですけれども、私どもその殺人とかですね死体遺棄をした職員というのは今ちょっと把握していないんですが、ございますですか。死体遺棄ですか。死体遺棄後ほど一度で確認させていただきますが、ちょっと我々今は私のところに記憶にないものですから、はい。で今ご質問ですけれども、NHK ではですねその採用に際しましてはですね、あくまでその公共放送を支える人材という意味でですね、人物本位の採用というのを行っておりまして、その国籍を特に問題にしているということはございません。で、外国籍の職員につきましては、採用時に在留資格の確認などのために国籍を個別に確認しておりますけれども、その後、非カットするとかそういう事情もありますのでですね、国別に正確に把握しておりませんので申し訳ないんですけども、ちょっと今お答えできないということでございます。三宅君。把握してないことないでしょう。どこの企業でも団体でもそれぐらい把握してるし、答えれるはずですよ。この委員会でのですね、計算式何とか超えられてるんですか、あんた。それぐらいすっと答えられない。それからね、それじゃあ次に問題を、質問を移しますけどね、NHK とですね、中国との関係についてちょっとお聞きしたいんですね。で、NHK はですね、お静かに願います。中国の電子台 CCTV とですね、非常に何と言いますか、実根と言いますか、仲のいい関係にあるんですね。NHK の社屋内に CCTV があるということなんですね。で、この CCTV に NHK はですね、多くのその情報、映像というものを提供していると思います。この国会審議ですね、こういうふうな各委員会の全、その審議内容も、これ、中国 CCTV に提供してるんでしょ。あるいはその尖閣諸島のですね空からの撮影した映像、こういったものもですね中国に対して何と言いますか提供していると。でこれはね、でそれに対してその自衛隊がですね以前ですね全国のレーダーサイトの映像とかですね軍事機密を大量に撮影して放映していると。でこれをやめてくださいと NHK に申し入れたということなんですけども、これに対しても NHK は全くその無視をしてきたということなんですね。NHK がですねやっていることはこれ本当に言い方を変えればですねスパイ行為に加担しているといいますか、これひょっとしたら外観誘致罪ですね、にも該当するんじゃないかなと。外観誘致罪、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は死刑に処すると。これにですね、このような行為にですね近いような行為を外国の何と言いますか要求に応じてその向こうが欲しがっている情報をですね NHK 公共放送たる NHK がずっと提供をしていると思うんですけども、中国と NHK はどういう関係なんですか。
ちょっと聞かせてください。石田専務理事。中谷か悪いか。お答えします。NHK はですね、外国の放送機関との間でですね、友好協力関係促進を目的した協定を結んでいます。25年3月現在で48カ国65のですね、放送機関と協定を結んで、これに基づいてですね、いろいろ協力をやっています。CCTV もその一つということでですね、NHK では、CCTV にスペースを貸しているとか、同じようにアメリカの ABC とか KBS、 オーストラリア放送協会からも同じような協定に基づいてですね、スペースをお貸ししています。賃料を含めて必要経費については賃貸契約を結び、先方が負担しているということです。またNHK はですね、同じように国内の放送を充実させるために、各国の放送局とニュース映像を交換する覚書をですね、結んでおりまして、CCTV もその一つということです。それから先ほどですね、委員のお話の中でですね、国会の各委員会の審議を全部提供しているというようなお話がありましたが、そういう事実はありません。どうですか、宮君。日本と中国はですね、先日の防空識別圏のこともそう、あるいはですね、その中国はですよ、尖閣諸島は我々のもんだと言ってですね、日本のその神聖なその領土をですね、強欲でですね、その奪い去ろう取ろうとしてるんですね。で、その中国と NHK はですね、非常に特に他の国々の放送局と違ってですね、CCTV とは実行な中じゃないんかなというふうな私は印象を持ちましたので、このような質問をさせていただきました。で、最後にですね、それじゃ受信料のことについて、お聞きしたいんですね。で、NHK は滞納している契約総件数というものは公表してるんですけどね、177万件の滞納者が滞納しているその受信料の総額ですね、これいくらぐらいになるんですか。それからそのうちですね、5年以上経過している受信料債権というのはいくらぐらいになるのか、ちょっとお答えいただきたい。5年というのはね、これは非常にあれですよ、民法の時効のこともあるんで聞いてるんですね。で、東京高裁や札幌高裁、大阪高裁でですね、やっぱり民法169条の適用といいますか、5年間のその時効、これを上回る部分についてはその時効を認めないという時効であるというふうにしているんですね。今申しましたね、滞納している受信料の総額はいくら、あるいは5年以上経過している受信料債権はいくらか、ちょっとお答えください。福井理事。ですね、今現在滞納世帯がですね、140万強ございます。で、債権につきましては、ちょっと今、手持ちがございませんので。中の話もないでしょ。5年とですね。あなたのところ審議なんですか。年ごとにこうやってない関係で、総額で持っている関係でですね、5年以内と5年超という区分はしてございません。NHK としましては、すべての債権に。ここでするのが当たり前でしょ。はい。時効のことあるのに。今日はちょっと手持ちがございませんので、申し訳ございません。後ほどまたデータお持ちいたします。さっきも言いましたけどね、この総務委員会の審議を何と心得てるんですか、あんた方。答えられないって、そんなバカな話ないですよ。でね、これメモも入ったけど、 NHK が韓流ドラマちょっと多すぎるん違うかって言って、もうヘキヘキするわ、韓流ドラマ見てたら。本当にもうちょっと日本のですね、伝統的なそういうふうないろんなドラマとかそういうのはもっと主流において放送すべきじゃないでしょうかね。さっき言いましたようなですね、その受信料で、このね、受信料もそうなんですけど、昔と違ってですね、放送法がね、定まった時と違って今はね、もうデジタル化してるでしょ。NHK の放送をそのスクランブル化といいますか、これも見ないようにできるんですよ。してみると放送法もですね、もう一度改正ということをちょっと考えなダメなんじゃないかなというふうに思います。受信料をその払ってない多くのその視聴者の方々ですね、こういった方々はですね、何もそのお金がもったいないからというふうなことで、その受信料を払ってない方、そういう方も一部にはいらっしゃるかも分かりませんけども、それよりもですね、NHK のその放送内容、ね、あるいはその体質、そしてまた高賃金で、こういったものに抗議の意味も込めてですね、もう払ってない方が私は多いんじゃないかなと。また、その NHK に対して受信料を払うことがですね、日本の国益を害するというふうな意識を持っていらっしゃる方も多いんじゃないかなと。国のためにも受信料を払うべきじゃないというふうなお考えの方が多いと思います。で、さっきね、言いましたようにですね、つかみ銭で、その、一人当たら、
頭ですね、人件費1800万ぐらいの、なんと言いますか、こう同士でお手盛りでこれをですね、もらっているという、これ犯罪行為に等しいですよ、これ言ってみれば。で、まあ、私の結論としてはですね、もうこれはもうお答えも何も言いません。ここまで腐敗、堕落した NHK というのはですね、もう解体するしかない。それが日本のためであるんじゃないかなというふうな思いをお話をさせていただきまして、私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。